小楠です。今日はですね、クリエイターがうまくいかない理由というようなお話をね、何回かに分けてですね、お話しさせていただきます。今日はその1です。で、クリエイター、まずですね、じゃあクリエイターって何なんだろうというね、言葉に定義づけをしないといけません。で、クリエイターはクリエイトする人です。で、クリエイトって何ですかっていう。で、違いからお話しさせていただきます。でよくですね、私クリエイターなんですけど、なるべく時間を作ってですね、作るようにしています。で、ね、作ったりしてるんでですね、まあ結構楽しいですみたいなですね、ことを言う人がいますけどね。本当にそれはクリエイトなんでしょうかという話になるんですね。で、僕ですね、いろんなものをですね、クリエイトしてですね、昔は作ってました。まあ、はっきり言っちゃうと、クリエイトとメイクは違うってことです。だから、クリエイトする人はクリエイターですね。メイクの人はメーカーって言います。ワークする人はワーカーですね。これは明確に違うってことを認識しないと難しいと思います。はい。で、僕もですね、自分で考えて昔は作ってたんですが、クリエイトしてメイクしてたんですね。で、その結果ですね、ホームページ作ったりとかですね、メニュー作ったり、バナー作ったりですね、ポップ作ったり、ポスター作ったりとかですね、パンフレット、ご案内作ったりとかですね、いろんなことやってました。でもですね、ずっと10年以上やりましたけど、未だにできるのはですね、字を打つこととですね、コピペと写真を貼り付ける。未だにこれしか本当できないんですね。で、僕はそれでこう、違うってことに気がついてですね、もうメイクすることをやめました。だから考えて思いつくんですけど、簡単に言うと作れないところなんですね。なぜかというと、やっぱそれは才能が違うからでしょうね。逆に言うと、ざっくりで言うと、作れる人は、アイデアが出ないんです。はい。すごく精巧にこうやって作れる人はですね、やっぱりね、職人になっちゃう。メーカーなんですね。はい。で、じゃクリエイトって何ですかっていうとですね、クリエイターは何ですかっていうとね、ここ、回りくどいですけど、話するとですね、シンカーであり、フューチャリストであるという言い方もできるんですね。でどういうことかっていうと、シンカーっていうのは、要は考えるということです。考えるというのは思想とか大義っていうんですかね。それを考えるところです。はい。例えば夜でも、日が暮れてもね、明るい方が、夜も明るい方がいいよなとかですね。で、どうしたらそういうね、社会を作れるんだろうとかですね。こう、ね、馬とかでこうやって行くのもいいけど、こう空を飛んでね、こうやって行けないかなとかですね。そういう社会をね、で、旅行できる、こう宇宙旅行できるとか、ね、そういうの、そういう感じです。進化っていうのはですね。はい。これ、全然メイクじゃないですよね。っていうことなんですね。で、フューチャリストっていうのはですね、まあ、やっぱり未来を見るところですね。先を見て可能性とかより良いとかですね。そういうことを信じるっていうね。ことがこう、クリエイトです。はい。で、それを形として作る。だから、例えば夜でもですね、こうやって明るい方がいいじゃないですかって。夜も昼間にできないかなっていうね。って思ったからって言って、電球を思いついたりしますか ?LED を思いついたりし、蛍光灯を思いついたりし、いないですよね。それはまた別なんですよね。形にしてメイクしていくということですね。で、この後また話させていただきますけど、でそれをですね、またビジネスに変えていく。これもう全くかなり程遠い話になってくるじゃないですか。っていうことなんですね。で、まあ、クリエイターがうまくいかない理由っていうのはですね、やっぱりそのクリエイトじゃなくて、クリエイターなのにクリエイトじゃなくてメイクをしちゃって、もしくはワークをしちゃってるってことですね。で、ワークっていうのは定義でいくとですね、もうすでにあるもの、できてるもの、できてるもの、できてるもの、これをもう一個作ってください。これがワークです。繰り返すっていう点ですね、違う点はですね。はい。っていうふうにですね、ここを明確にですね、今自分は、自分一体どこで、一体今自分は何をしているんだろう、ということをですね、自分で深く認識するってことがね、大事じゃないかなと思います。はい。なんで結論を言うとですね、クリエイターがうまくいかない理由は、クリエイターなのに、クリエイトではなくメイクやワークをしているということですね。で、またさらに、それをクリエイトだと思い込んでいる。っていう点ですね。はい。別にね、どこが偉って、どこがいいとか、どこが悪いとかないんですよ。自分がどこで自分に合ったことをするってことが大事なことだと思います。はい。
で、はい。で、クリエイターがうまくいかない理由というね、お話をさせていただきました。はい。で、まあ、こういったお話をですね、まあ、まとめてですね、本にしたり DVD にしたりですね、またいろんな方とですね、まあ、対談させていただいてですね、またそれを対談集としてね、出していますので、またそういうのもですね、見ていただけたらと思います。はい。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。